この動画では、Windows、Mac 用のおすすめの動画編集ソフトと選び方を解説します。今まで使ってレビューした動画編集ソフトは40本、この中から目的、ジャンル別に合計5本のおすすめの動画編集ソフトを紹介します。まずははは結論から初めめてのの動画作りはエントトリークラスの無料ソフトがおすすめですで Windows Microsoft、Photo、Mac iMovie はをまず使ってみてみくださいこのソフトで満足できればそのままでいいですし物足りないと思ったら有料ソフトを検討しましょう次にミドルクラスの一般家庭を向け業務用としても使える動画編集ソフトは WindowsMac 対応の PowerDirector です。 無料ソフトではできない細かい編集を簡単にできます。料金もプロ向けよりも安く、機能も全部入り、迷ったらパワーディレクターを選びましょう。最後にハイクラス。プロや YouTuber 向けのおすすめの動画編集ソフトは、業界シェアナンバーワンの Adobe Premiere Pro。無料なのに高機能な Davinch Resolve の2つです。 では次に動画編集ソフトの選び方を解説します。重要なのはこの三つです。一つ目、自分のパソコンは Windows か Mac か。二つ目、必要な機能があるか。三つ目、有料か無料か。一つ目の自分のパソコンは Windows か Mac かについてですが、自分の使っているパソコンが Windows か Mac かで使えるソフトが違ってきます対応してないソフトを間違って買わないように注意しましょうただし最近の主要な動画編集用ソフトは Windows、Mac どちらも対応しているケースも増えていますどちらのパソコンでもできることは同じと考えても良いでしょう二つ目必要な機能があるかソフトによっては多機能なものから 簡易的なものまでいろいろあります例えば 4K 動画に対応していなかったりスマホで撮った縦動画を編集できなかったりする場合もあります自分が作りたい動画に必要な機能がある動画編集ソフトを選ぶようにしましょう3つ目、有料か無料か無料の動画編集ソフトは人気ですが機能が少なかったりロゴが強制挿入されたり 使いいい方がが独特でで難しいことが多いです有料のソフトは家庭用は買い切りで大体いい6000円から1万5000円くらいプロ用は3万円から6万円程度です月や年単位で支払うサブスクリプション払いの場合は家庭用のパワーディレクターで年8480円プロ向けのアドビプレミアプロで年2万8776円です 有料ソフトは多機能でロゴの挿入がなく使いやすくてマニュアルも豊富な場合が多いです。以上、動画編集ソフト三つの選び方でした。次は冒頭に紹介した五つの動画編集ソフトをより詳しく紹介していきます。マイクロソフトフォトはマイクロソフト製の Windows 10標準の動画編集フリーソフトです。料金は無料。 このソフトのメリットは、無料で初めからインストールされているので使いやすい。機能が少なく、初めてでも直感的に使える。デメリットは、細かい編集ができない。このソフトがおすすめな方は、初めて動画編集をしたい方、趣味や家庭用の動画編集がしたい方、結婚式用のスライドショームービーを作りたい方などにおすすめです。 次に紹介するのは iMovie。iMovie は Apple 製の Mac 用無料動画編集ソフトです。以前は有料でしたが、現在は無料で初めからインストールされています。このソフトのメリットは、無料で初めからインストールされているので使いやすい。機能が少なく、初めてでも直感的に使える。デメリットは、テキストのデザイン編集が自由にできない。 このソフトがおすすめな方は初めて動画編集をしたい方、趣味や家庭用の動画編集がしたい方。結婚式用のスライドショームービーを作りたい方などにおすすめです。次に紹介するソフトはパワーディレクター。パワーディレクターはサイバーリンク社製の家庭用から youtuber 業務用でも使える機能全部入りの動画編集ソフトです。 家庭用動画編集ソフトとしては国内トップシェアでソフトウェアの年間販売台数で決める BCN アワードで6年連続1位になっています料金はサブスク版年間で8480円買い切り版は12980円このソフトのメリットは主要10種類の機能が全部入りセールや クーポン使えばサブスク版が年5,400円程度サブスク版は素材サービスシャッターストック、アイストックの動画、音楽、写真約880万点から使い放題商用利用も可能ですサブスク版は有料デザインテンプレートがすべて無料ですデメリットはサブスク版は 料金が定期的に発生することです Mac 版パワーディレクターはいくつかの機能が省かれていますこのソフトがおすすめな方は運動会、結婚式などの家庭用ゲーム実況など YouTuber 用会社の PR や教育セミナー動画などビジネス向けにもおすすめです次のソフトは

72, 円ですこのソフトを選ぶメリットは高機能 Adobe の写真加工ソフト、Photoshop、イラストソフト、イラストレーター CG アニメーションソフト、AfterEffects などと連携できる使い方マニュアルが充実しているデメリットは一般家庭用のいくつかの機能がない DVD ブルーレイ焼きや画画面録画などこのソフトがおすすめな方はプロの動画編集者や YouTuber 本格的に動画編集をしたい方副業で動画編集をしたい方自由度の高い動画編集をしたい方などです最後に紹介するソフトはダヴィンチリゾルブダヴィンチリゾルブはオーストラリアの映像機器メーカーブラックマジックデザイン社製の 無料の動画編集ソフトですこのソフトを選ぶメリットは、無料版で主要な機能が使えることです。デメリットは、機能が多く使い方が難しい、マニュアルも少ない、テキスト機能が使いにくい、書き出し速度が比較的遅い。このソフトがおすすめな方は、自由度の高い高度な動画編集を無料でしたい方です。 それでは、これまでに紹介した5つのソフトをもう一度まとめてみましょう。エントリークラス、Windows は Microsoft Photo。Mac は iMovie。ミドルクラスは WindowsMac 対応の PowerDirector。ハイクラスは WindowsMac 対応の Adobe Premiere Pro。Davinci Resolve です。以上。 動画編集ソフトのおすすめと選び方についてでしたさらに詳しい内容や他のソフトについて各動画編集ソフトの使い方は簡単動画入門で検索するか説明文の URL から動画編集ソフト解説記事や動画をご覧くださいこのほか動画に関する情報を Web メディア簡単動画入門 YouTube 簡単動画入門チャンネルで配信していますブッククマークや チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、動画テック内村わたるでした。